パトリック・クライファート、パトリック・ステイフェン・クライファート、1976年7月1日帯は、オランダ・アムステルダム出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、TV 解説者、オランダ代表の全歴代最多得点者である。現役時代のポジションはフォワード、オランダ語読みに近いクライフェルトと表記されることもある。1976年7月1日、 パトリック・クライファートは、オランダの首都アムステルダムに生まれた。スリナムのコルカタ出身の父親は、プロサッカー選手であり、母親は、キュラソー島出身である。ストリートサッカーで技術を習得し、シェリングードというクラブに1年間通った後、7歳の時に、アヤックス・アムステルダムの下部組織に入団した。この頃はディフェンダーなどのポジションでもプレーしていた。技術の高さやインテリジェンス。 スピードなどが持ち味であったが、調子に波がありすぎることが欠点だった。アヤックス・アムステルダムの下部組織出身であり、1994年8月21日、18歳の時にトップチームのルイス・ファンハール監督に見出され、オランダスーパーカップのフェーノールト戦でデビューした。この試合でトップチーム初得点を決めると、デビューシーズンの1994から95、 シーズンは高い得点能力を発揮し、デニス・ベルカンプ、エドガー・ダービッツ、クラレンス・セイドルフ、エドウィン・ファンデル・サールなど、同じ下部組織出身の若手選手たちとともに、UEFA チャンピオンズリーグで旋風を巻き起こし、ついには優勝を果たした。ウィーンで行われた決勝の AC ミラン戦では途中、出場して85分に決勝点を決め、クラブにとって22シーズンぶりとなる欧州での、 タイトルを獲得した。1995年夏には、オランダスーパーカップと UEFA スーパーカップという2つのスーパーカップを制覇し、1995年冬のインターコンチネンタルカップでは、グレミオフブパオピ k 戦の末に破って、世界の座に輝いた。1995から96シーズンには、エールディビジンに連覇を果たした。1997年、 ボスマンルールを行使して、イタリアセリエへの AC ミランに移籍した。ユベントスとの親善試合で鮮烈なデビュー弾を決めてみせたが、1997から98、シーズンはわずか6得点に終わった。1997年、激しい自動車事故を起こし、同乗していた演出家のカーアトン・パットマンが死亡した。クライファートは、古殺罪で起訴され、運転免許の剥奪と、 社会奉仕活動を課された。1998年8月28日、遺跡市場が閉まる直前に、スペインリーガエスパニョーラの FC バルセロナと4年契約を結んだ。遺跡金は875万ポンド。アヤックスで指導を受けたファンハール監督と再会し、1998から99シーズンのリーグ戦を制した。百九十九から二千シーズンには、 リーグ戦3連覇を逃したものの、チーム内得点王となる15得点を挙げた。1998から99シーズンからは、リバウド、ルイス・フィーゴと3トップを組むことが多く、2001から02シーズンには、リバウド、ハビエル・サビオラと3トップを組むことが多かった。トップ下としてプレーしたこともある。 1998から99シーズンから2002から03シーズンまで5シーズン連続でリーグ戦15得点以上を挙げたが2003年夏にフランクライカールト監督が就任して脱オランダ化を図りパリ・サンジェルマン FC からロナウジーニョが加入したこともあって出場機会が減少した2003から04シーズンはリーグ戦21試合の出場にとどまり FC バルセロナ移籍後最小となる8得点に終わった。FC バルセロナでは6シーズンでリーグ戦1 8 2試合に出場して90得点を挙げた。2004年3月4日、FIFA100 に選出された。2004年7月21日、イングランドプレミアリーグのニューカッスルユナイテッド FC に移籍し、チームの象徴であるアランシアラーとコンビを組んだ。 ニューカッスルと契約した理由として、FC バルセロナ時代に UEFA チャンピオンズリーグの試合で、ニューカッスルと対戦し、その際に強い感情を受けたためだとしている。FA カップでは、2005年2月20日のチェルシー FC 戦や3月13日のトッテナムホットスパー FC 戦などで重要かつ華麗な得点を決め、共に1から0で勝利している。 2004から05シーズンには公式戦、通算13得点を挙げたが、リーグ戦では14位に沈み、契約延長には至らなかった。2005年夏、スペインのバレンシア CF に移籍した。2005から06シーズンは絶えず負傷に悩まされて202分間しか出場できず、2006年7月には移籍先を探すことを許された。 2006年夏には古巣アヤックスへ復帰する噂もあったが遺跡史上終了直前の8月31日にアヤックスのライバルである PSV やイントホーフェンと一年契約を結んだアヤックスの時と同じようにフェーノールト戦で途中出場してデビューするとライバルクラブ出身のクライファートに対してスタンディングオベーションが送られた2006から07シーズンは前半戦だけで2度の 不傷に悩まされ、出場機会を阻まれた。フィリップススタディオンで行われたアヤックス戦では、フルス相手に得点したが、フルスに対しての愛情からゴールセレブレーションを拒否した。2007年7月、契約満了により PSV を離れた。2007年7月25日、イングランドのシェフィールドウェンズで FC のトライアル受験に誘われたが、これを拒否し、 フランスリーグアンのラスクリールメトロポールと契約を結んだ。若いチームに自身の経験を伝え、先発出場は10試合だったが4得点を挙げ、価値あるアシストを何度も決めて、チームに貢献した。2008年5月、クロード・ピュエル監督に対して、チームを離れる意向を示し、現役引退を発表した。U-15、U-16。U 16 U-17 オランダ代表に選ばれた経験がある。1995年にオランダ A 代表としてデビューし UEFA ユーロ1 9 9 6出場メンバーにも選ばれたが膝の負傷で満足にプレーできなかった。それでもグループリーグのイングランド戦ではデニス・ベルカンプのアシストから得点しスコットランドを得点数の差で上回って決勝トーナメント進出を決めた。 準々決勝のフランス戦は PK 戦の末に敗れ大会からの敗退が決まった。1998FIFA ワールドカップにも出場したがベルギー戦ではロレンツォスターレンスに挑発され肘打ちを見舞って退場処分を受けた。準々決勝のアルゼンチン戦では改進し先制点を挙げて準決勝進出に貢献した。準決勝のブラジル戦でも輝きを見せ ヘディングで同点ゴールを挙げたが、PK 戦で敗れた。UEFA ユーロ2 0 0 0にも出場し、準々決勝のユーゴスラビア戦では、ハットトリックを達成して、相手を粉砕した。準決勝のイタリア戦で、オランダ代表は90分の間に2度も、ペナルティキックを売る機会があったが、2本とも外し、1本は、クライファーと、PK 戦にも連れ込んだ。 PK 戦でもオランダ代表の選手はなかなかゴールネットを揺らせず、2年前のブラジル戦や4年前のフランス戦と同じく PK 戦の末に敗れた。自身は大会通算5得点を挙げ、ユーゴスラビア代表のサボミロシェウィッチと共に大会得点王に輝いた。UEFA ユーロ2004にもやはり背番号9をつけて臨んだ。しかし、 頑固なディック・アドフォカート監督はクライファートに出場機会を与えず、オランダ代表のフィールドプレイヤーとして唯一、試合に出場することがなかった選手であった。UEFA ユーロ2004後に就任したマルコ・ファン・バステン監督はクライファートを無視し、2006、FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選には一試合も招集されなかった。 2008年4月29日、オランダメディアはクライファートがオランダサッカー協会の指導者養成コースに参加する可能性があると報じた。2008年7月18日、ゴールドットコムはクライファートが AZ アルクマールのコーチングスタッフの一員となる可能性を報じ、2009年3月21日にはサッカー AM のインタビューにて、 AZ アルクマールでフォワードを指導していることを認めた。2010年1月24日、オーストラリア A リーグのブリスベンロアー FC で2週間、限定で指導を行うことを発表した。同年5月19日、現役復帰の可能性があり得ないことをジャーナリストに伝えた。2010年8月、NEC 内目編のアシスタントコーチに就任し、チームのフォワードを指導した。 2011年6月には FC2 エンテのユースチームの監督に就任した。また2012年夏よりオランダ代表のコーチも兼任し2014年まで務めた。代表監督のルイ・ファン・ハールの2014年夏からのマンチェスター・ユナイテッド FC 監督就任を受けて、その下でアシスタントコーチの座を熱望したが、ダイアン・ギグスとの兼ね合いで達成なった。 二千十五年三月五日、母親の故郷であるキュラソー党代表の監督に就任した。キュラソーはクライファートの下でワールドカップ予選第一ラウンドと第二ラウンドを突破したが、第三ラウンドでエルサルバドルに敗戦して敗退。しかし好成績を残したことで、キュラソーのフットボール協会は二千十六年二月二十三日にクライファートを正式に代表監督として迎え入れると、 発表した。2016年5月6日にアヤックスアカデミーの監督に2年契約で就任。しかし仕事に入る前に2016年7月に、その契約を解除してパリサンジェルマン FC のフットボールディレクターに就任することが表された。86422769290256134343148 通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。